体張らなきゃダメだぜ。ま、見てな。よし、次は私が行こう。次はこの俺だ。これを見ろ。俺は今までに19人殺したが、20人目に出会えて嬉しいぜ。俺は命のやり取りじゃなきゃ満足できねえ。どうだ、この俺様におじけづいただろう。勝負の方法を決めてくれ。それに従おう。相手が負けを認めるか死ぬかするまで戦うデスマッチを提案する。どうだ、今度こそビビったろ。始めようか。待ちな、言い忘れたことがある。武器を持つことは禁止する。なるほど、分かった。この野郎、やっぱり武器を隠してやがったか。危ねえ危ねえ。はい、ま、こういう奴のために俺にはとっておきの二つの切り札がある。見せてやる、俺の切り札。極悪非道と悪名高い盗賊団幻影旅団メンバーの証だ。体内に鋼鉄を仕込み、旅団の証。この二つを同時に見せられて、俺様は旅団四天王の一人、マジタニ。どんな、あれ、うわっ、俺の負けかよ。忠告しよう、本当の幻影旅団の証には二つ。奴らは殺した人間の数なんか三つ。二度と旅団の名を語らぬことだ。さもないと私がお前を殺す。大丈夫か、クラピカ。分かっていたんだがな。理性では偽物だと分かっていた。真っ赤になって。まあ、無理もね。